三号艇、深谷智弘選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。準優勝戦はまくり差しての一着となりました、えー。ここまで準優勝戦を終えての現状での船足いかがでしょうか。はい、えー、船足は、えー、準優勝戦の時が一番良かったと思います、うん。何か特徴、いいところはありますか。えっと、特徴はないんですけども、はい、あのー、行き足、出足、あの、全体的にバランスは取れてると思います。うん では準優勝戦の足だったらもう満足の仕上がりと言っていいでしょうか。そうですね。足は満足してます、うん。では明日もその現状を維持するような調整をということですかね。そうですね。あのーはい、乗ってる感じがまだこう。うん、完全とは言い切れないので、そこをもう少し、はい、まあできたら。 いいなと思ってます。うん、乗ってみながら調整を行っていきますか。はい、はいえー、またスタートについて、今節平均スタートタイミング、今晩一四となっていますが、ここまで感動でいけていますか。いやー、ースタートはちょっと難しいです。はい。うん、明日、えー、目標のスタートタイミングなどあったら教えてください。もう一丸を全速でいけたら。 いいと思います。はい、えー、また深谷選手。大村は去年の新鋭リーグに続いて連続優出となりましたが、大村水面の印象はいかがですか。そうですね。特に良くも悪くも、あんまりそういうイメージはないです。はい、なるほど。えー、それでは最後となりますが、明日の優勝戦へ向けてファンの方に一言お願いします。はい、えー、今節、あのー。 気合い入れて走ってるので、えー、優勝して帰りたいと思います。